おはようございます。 YouTube 健康セミナー大輝です。本日ご紹介させていただきますのは中村天風先生の心を磨くという一冊です。今回こちらを参考にさせていただきながら積極的な心の保ち方について一緒に学んでいただけますと嬉しいです。今回2回目になります。1回目ではこの積極的な心って何で必要なのかというところで人生を生きる上において心の種類とその使い方をしっかりとわきまえておかないと心に使われて心の奴隷になってしまって人生をめちゃくちゃにされてしまうぞということをお話しさせていただきました。で、その心の奴隷から抜け出すためには本当に使わなきゃいけない冷静心というものを発現させる必要があるよと。で、それは何も難しいことではなくて動物心や理性心というあまりめちゃくちゃに出てきては困る心をちゃんと制御するためにコントロールするために意志の力を強くしましょうねということなんですよね。で、その意志の力を強くするには常にはっきりとした意識で一つの物事に気を打ち込んでやっていくということが大切で、そのためにはですね、積極的な精神を作り上げていくということも非常に大切になってくるんだよということなんですよ。で、前回はそのための方法としてまず暗示の応用ですね。寝がけに寝る間際に鏡の中の自分の眉間のところに向かってお前は信念が強くなると一言言って、そして寝る、そして起きたらお前は今日信念が強くなったと言ってから一日をスタートする。それによって潜在意識をきれいに掃除しましょうねと。そして神経反射の調節というもの、クンバハカという特殊な状態を作って体を強くするんだよと、こういうことをお話しさせていただきました。そしてもう一つがこの積極精神の養成という方法なんですが、これは24時間油断なくやっていくことによって、日々の修正にすることによって自然と積極的な心を作ることができますよということで、具体的に5つの方法を天風先生教えてくださってるんですね。で、その5つの方法に行く前に大前提として、じゃあなぜこの積極的なね心で生きていかなければいけないのか、もう常にね自分の心の中には消極的なマイナス思考、マイナスの言葉なんていうものは一切ないんだというような気持ちで覚悟で生きていかなければいけないんだよと天風先生教えてくださってるんですね。で、どんなにこのことをやった結果が悪くなるというのが目に見えてたとしても、このまま行ったら絶対にねこの状況悪くなるばかりだということが分かっていたとしても、それでもなおかつ笑顔で明るく生き生きと生きなきゃいけないんだというふうに教えてくださっていて、そんなね普通はそんな絶対悪くなるっていうのが分かってるんだったら明るくなんかできっこないよって、それはただの気が触れてる人じゃないですかって、普通は心配することがあったら心配するもんですよって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、そうじゃないと。普通はそうかもしれない、で普通に生きたい人はそうすればいいよと。ただこうやっていろんなことを勉強して普通以上に今よりも健康で幸福で感謝に溢れた人生にしたいというような、そういう目的を持っている人間が普通の人と同じことをしててそうなれるわけがないだろうと。普通以上になれるための方法をこうして教えてるんだから、しっかりと情熱を燃やしてやっていかなきゃいけないよと。これが大前提で、これを作るための方法がこの積極的な精神の養成法だよということなんですよね。で、この5つですね、しっかりとお話しさせていただきたいなと思います。1つ目、内省検討。これは常に心を監視するもう一人の自分がいて、今自分が思ったり考えたりしていることは果たして積極的だろうか、プラスだろうか、消極的だろうか、マイナスだろうかということを常に監視して、もしマイナスのことを考えたらそんなことではダメだというので、すぐにプラスの方にしっかりと置き換えなきゃいけないよということなんですよね。例えば車にぶつかられました、信号待ちしてて後ろからドーンとやられました、その瞬間にうわなんだよついてねえなとかって思うかもしれない。だけどそこでもう一人の自分が考えてて、今のそのついてないっていうのはこれ消極的じゃないかと、そうじゃないと、
今このぐらいの怪我もなくてお互いに無事で済んだ、すごくいいことじゃないか、運が良かったじゃないかというふうに、こういうふうにプラスの方にプラスの方に常に振り返っていくんだよっていうことなんですよ。だから起こりそうになった時にパッともう一人の自分が来て、今お前起こりそうになったのそれじゃダメだぞと注意するような、こういう気持ちで24時間常に、まあ24時間といってもね、寝てる時以外はですけど、寝てる時以外は常にこういうふうに考えて判断していかなきゃいけないよということですね。で、二つ目、暗示の分析。これは内省検討が自分の心の内のことであったのに対して、外の物事に対してです。他の人の言動であったり、本に書かれている文字、今だとテレビとか YouTube とかインターネットの情報ですね、この中で消極的なものは一切相手にしない、自分の心の中に入れないようにしましょうねということ。そういうのを人間というのはすぐね近づいて、むしろ恐れをこう生み出すような、恐れを与えるような、煽るような情報ってすぐに飛びついてしまう傾向があるんだけど、そういうところには近づかない。もし万が一見たとしても聞いたとしても、自分の心の中でちゃんと捨てなきゃいけないよと。自分はあくまでも積極的に生きるんだという心がけでもって、他の人のそういう情報というのからも自分を守っていかなきゃいけないよということですね。この暗示の分析でした。で、三つ目、対人精神態度ということで、これ簡単に言うと、他の人とね、接するときに、必ず明るく、朗らかに、生き生きとして、勇ましく接するんだということですね。暗い顔でおはようございますとか、ありがとうございますとか、やってちゃダメだよと。いつも明るい気持ちで、朗らかに生きなきゃいけないんだよということですね。で、これは、そうやって心がけてやっていくと、例えばレジで会ったね、お姉さんお兄さんに、ああおはようございますって、ありがとうございますってやるのはできるかもしれない。それからちょっと頑張れば会社の上司とかでもそういうことができるかもしれない。だけど、これが難しくなってくるのが、落ち込んでる人とかね、体の調子が悪い時で、こういう時に、ああ辛いよなっていうふうに同情することは結構なことだ。これは人間の尊い心だから、大いに同情しなければいけない。だけれども、ここで一緒になって、そうだよね、辛いよね、お泣きお泣きとかね、もう吐き出しちまえ吐き出しちまえとかってね、いうふうにやるっていうのは、これはね、ちょっと違うよと。それは首くくってる人の足引っ張ってんのと一緒だぞと。なぜならその人を消極的なことをずっと言ってるんでしょって。で、その人に同調してしまって、もっとやれもっとやれっていうのは、もっと首吊れもっと首吊れと一緒で、その人の人生をどんどん悪くしてんのと一緒だって。だからこうやって天風先生が教えてくれてるようなことを勉強したのであれば、そうではなくて同調して、この人をなんとかすぐにでも良くしてあげたいという尊い気持ちで、絶対大丈夫だぞと、優しい心がけで良くなっていくぞというような、こう励ましをしてあげましょうねっていうことなんですよね。これはちょっと今だと落ち込んじゃった人がね、すごくこう死にたいとか、もう嫌だとかって言った時に、そんなことない大丈夫だ頑張れとかって言うと、それが逆効果になっちゃうとかって言われることもあるんだけど、無理やり励ますということではなくて、優しい気持ちで、あそうだよな、わかるぞと、だけどこうだぞって教えてあげることが大事だよ、あくまでも自分は絶対その人に引っ張られないようにしなさいよということなんですよね。で、これを間違って、それがすごくいいことだと思って相手にね寄り添うじゃなくて、一緒になって海に沈んでいくみたいな人がいるけれども、その海に溺れてる人を助けたければ、自分はちゃんと陸にいて心を強く持って上に引っ張り上げてあげなきゃいけないぞということなんですよね。で、これが対人精神態度の大事なところでした。はい。で、4つ目、取り越し苦労厳禁ということで、これはこの先ね、どうなるだろうかとかね、この仕事はこういう風にしたらこうなるかもしれない、あ、でもああなるかもしれない、うん、心配だ、ここはこうしておこうとかね、いろんなこう先のことを考えて心配する人がいるけれども、これは絶対やっちゃいけないよと。安易にこれはエネルギーを、心のエネルギーをどん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 消耗するだけであって、何にも解決はしないからやらない方がいいですよと
いうことなんですよね。いやいや、だけどこの仕事のことね、後のこと考えないとリスクヘッジしておかないとダメじゃないかとかってね、思うかもしれないんですけれども、テンプ先生はそうじゃない。どうしてもそれを考えなければいけないことだとしたら、そうなるかどうかわからないことを今から考えておくぐらいだったら、今しっかりはっきりした態度で過ごす習慣をつけて、自分を磨き上げて冷静心で物事に対処できるようになっておけば、何か危機になった時にパッパと判断できるようになるぞということなんですよね。で、それを心配したからといってそれが起きるとも限らないよねということで、そこにエネルギーをどん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 消耗してしまっていると、今やってる仕事すらおろそかになるだろうと、今考えなきゃいけないことすらおろそかになって、余計にリスクが上がっていくだけだから、もういらない心配はやめなさいということなんですよね。やればやるほど無駄だぞ、逆効果だぞということなんですよ。で、もしそこで心配しなきゃいけないことがあったとしても、そんな消極的な心から考え出した答えというのは何の役にも立たないからやめちまえっていうことなんですよね。これをテンプ先生は暗闇で歩くときに、まあ提灯とかライトとかね、懐中電灯、今スマホのライトとかもあるんで何でもいいんですけど、これを頭の上に置いてずっとこう先をこう照らしながら歩いてるようなもんだぞと。これ大して見えないのに頑張ってこうやって照らしてる。で、危なっかしいよなって。それよりも足元照らして一歩一歩歩いていったら確実に前に進んでいけるんだということで、無駄な心配はせず足元に気をつけて目の前のことを一個ずつ片付けていきなさいよということなんですよね。で、この取り越し苦労っていうので、杞憂という言葉がありますよね。あの人は杞憂ばっかりしてる。この言葉のですね、由来を天風先生なりに教えてくださってて、まあこれ諸説いろいろあるんですが、天風先生の話非常に面白いので一つ紹介させていただきたいんですけれども、昔中国の方に杞という国があって、ここに3人の男の人がいたと。一人の男はずっと空ばっか見上げてる。で、もう一人の男はずっと下ばっか、大地ばっかり見ている。で、三人目の男はその二人の男の顔を交互にこうやって見ている。この人たち何してるかというと、天ばっかり見上げてる人は、ああ、この空がいつ落ちてくるかわかんない、落ちてきたらどうなるかなってずっと心配してる。で、地面ばっか見てる人は、この地面がね、こう突然割れちゃったりとか、こう沈んでしまったりしたら、この地球は一体どうなってしまうんだろう、ああ、怖いなってずっと心配してる。で、三人目の男は何してるかというと、その上見てるやつと下見てるやつの顔をお互いにこうやって見てて、いや、こいつらなんでこんなことばっか心配してね、こうやって生きてんだろう。一体こういう考え方してる人はどういう人生を送ってしまうんだろう、心配だって心配してる。で、こういう心配してもどうにもならないことをずっと心配してるということで、木の国の三遊三つの憂いというところ、まあ、愚かな憂い方をしているというので、これを戒める意味も込めて、杞憂という言葉ができたんだよということなんですよね。これはね、いろんな説があるんですけれども、これ非常に天風先生のお話面白いなと感じました。それでは積極的な精神の作り方、最後、5つ目ですね。正義の実行。これは、本心、良心に従って常に行動するようにしなさいよと。いうことで、何も正義感をすごく出して、こいつはダメだ、あれはやっちゃいダメだとかっていう風にね、何でもかんでも他人を裁けジャッジしろっていう話じゃないんですね。自分の心の中で本心良心に基る何か気とがめがするようなことはしちゃいけないよということ。例えばなんですけれども、何かゴミが落ちている、このいつも行くスーパーでレシートが落ちている、これを拾ってね、捨ててあげることってできるじゃないですか。だけど見て気がついたけれども無視する、これなんだか気とがめがするんですよね。これって本心良心は、いや、そのぐらいいつもお世話になってるスーパーのこれぐらい拾って捨ててあげろよと、こういう気持ちが出てくるんですよね。で、ここに自分のね、本心良心に戻らないように、歯向かないようにして、ちゃんと親切心が出たら親切にするとかっていう風に素直に行動していけばいいだけだよということなんですね。で、これは自分自身が一番よくわかるはずなので、人の価値観で判断する。例えば今のね、レシートとかどうこうの話も、それを全く思わない人もいると思うんです。だけど自分の本心良心が出てきた結果、あ、ちょっとね、これ拾ってあげようかな、綺麗にしてあげようかなっていう気持ちが出たんだったら、それを実行していく。で、そうやって人間らしいというかですね、まあ人に親切にして明るく生きていくぞと、こういうところに、まあ、背かなければいいよと
ということですね。はい、というわけでこの内省検討、暗示の分析、対人精神態度、取り越し苦労、現金、正義の実行、これらをしっかりやっていきましょうね。これらを日々しっかり心がけていくと積極精神がしっかり作り上げられますよということなんですが、とはいえですよ、どうしてもそれが難しいんだと分かっちゃいるけど、これをね、しっかりと毎日継続するなんていうことはなかなか難しいんですよという方もいらっしゃると思うんです。で、そういう方のためにテンプ先生がなぜこれを毎日やらなきゃいけないのか、情熱を持ってモチベーション高くやり続けなきゃいけないのかと、やりたくなるようなね、モチベーションが上がるようなお話も教えてくださっておりますので、そちらをご紹介させていただきます。何よりこれを続けていくには自己投与ということが大事だよということで、この自己投与っていうのは自分を研鑽していく、自分を鍛錬していく、自分を向上させていく、まあ今でいう自分磨きを常にしようというね、心持ちが大事だぞということなんですね。で、これというのはみんなあるぞということで、人間って絶対に向上心がある生き物なんだよと。なぜなら何か分かんないものを見た時にあれなんですかとか、これは何でですかって聞いたりするよねって、赤ちゃんの時なんかね、これ何っていつもやってたよねって、あれは向上心がある、今よりも知識を一つ増やしたいとかね、今よりも体験経験を一つ増やしたいとか、それによって人格を向上させていこうというような気持ちが必ずあるんだぞって。だからそれに従って自分を向上させていきさえすれば、自分を磨くということを怠らなければ健康になって幸福になることは誰にでもできるんだぞと。だけれどもなぜ今不幸な人、不健康な人が多いのかというと、この自分を磨こうと、自分を高めていこうという気持ちをおろそかにしてしまってるからだ。その方法が分かってても情熱を込めて実行することをしない、飽きて途中でやめちゃうっていう人が多いからだよということなんですよね。で、これはどんな名刀と言われるね、何でもスパスパ切っちゃうような刀とかね、包丁だとしても、磨かずに置いておいたら錆びちゃってただのね、鉄くずになっちゃうよねっていうのと一緒で、磨けばちゃんと光る、幸福にも健康にもなる資格はみんなあるんだから、ちゃんと磨いていきましょうね。いうことなんですよね。じゃあなんでね、自分を向上させることを、自分を磨くことを放棄してしまうと不幸になったり不健康になったりするんですかというと、これは自主自立で生きるということを放棄してしまったのと一緒だからだよということなんですね。自主自立というのは、いつもこのチャンネルで言う自分の主治医は自分じゃないですけれども、心も体も自分が監督であって、自分がね、自分の人生を運営していくんだ、命を経営していくんだという気持ちがなくなっちゃうからだということなんですよ。だから健康だろうが人生における運命だろうが、これは人任せにせずに自分の意思でしっかり歩いていかなきゃいけないんだっていうことなんですよ。社会がこうだからとかね、あの人がこう言った、親からこう言われたからとかじゃなくて、常に自分で決めて自分で行動して歩いていかなきゃいけないということなんですね。これが自主自立ということで、そうやって歩いていくにあたっては、やっぱり自分を常に磨いていかなきゃいけないので、これを放棄したということは、もう自分の人生を自分でコントロールするのやめましたって手放したのと全く一緒だよということなんですね。だから自主自立で生きるためにも自分をしっかり磨き続けなきゃいけないということなんですよ。で、何よりもそうやってね、ずっと磨き続けてて、自分を研ぎ上げていく、どんどん向上させてしまうというのが先決ですよという言葉が、古来よりね、たくさんの方がおっしゃってきたことだよということで、そうやって頼りがいのある自分というものを作り上げる、どんなことが起きてもそれに負けない心を作り上げてしまうと、嫌なことが起きてきた時もそれに心が引っ張られない。何があっても常に幸福で明るく生きることができるようになってきますよということなんですね。で、天風先生はどれだけ自分を磨き上げたからといって、嫌なことがもうこれ以上起きてきませんよなんていう日は一生来ないよと。どんな自分になろうがなるまいが、嫌なことは嫌なことで起きるんだと。
それが何にもなくなるわけじゃない。何にも感じなくなるんじゃないんだと。嫌なことは嫌だなって思うよ。だけどそのことに心が引きずられるか、パッと身をかわしてね、幸福なことを考えるか、いやそれでも今日もこうやって生きられててありがたいなと、こういうふうに感謝の方に振り返られるか、そのちょっとしたことによって人生が全然違ってきてしまうよということなんですね。新幹線みたいなものでも目の前でバーンってぶつかったら死んじゃうよねって。だけれどもこれをさっとかわしたらね、ふわっと風が来るだけだよ。嫌なことはなくならない。だからさっとかわせるような強い心、頼もしい自分を常に磨き上げていきましょうねということですね。で、そうは言っても、その磨き上げるというのが大変なんじゃないですかとね。何もね、私だってこう磨こうと思って、すぐ磨いて、ああ、綺麗になったっていうんだったらできますけど、とはいえ、いろんな悩みとか波紋みたいなのがずっと出てくるからできないんじゃないですかとね、っていう方もいらっしゃると思うんですよ。だけど、それがなぜかというね、そのなんでそうやって悩みとか心配事がいちいち出てくるかっていうところ、これを押さえておけば、そういう悩みとか波紋っていうのは少なくなってくるから、それをなんかもう嫌だっていうふうにやらずに、ちゃんと正体を見極めて対処していきましょうということで、これが前回もお話しさせていただいた、不要残留本能心というものなんですね。潜在意識の中に、自分が自覚できない心の中に、今はもういらない怒りとか悲しみとかの元になるものがいっぱい入ってるんだと。これをきれいに掃除しておかなきゃいけないんだよ。これを整理しておかなきゃいけないんだよっていうことで、これは何も自分がね、生まれてこれまで生きてきた人生の中で受けた消極的な暗示とか、自分の心の中で自分はダメなんだっていうようなね、こういうのも一つ暗示になりますから、こういうのがこう溜まってきてるだけじゃなくて、人間がずっと今までの歴史の中で生きてきた自分の先祖とかもそうですよね。全部そういうのが全部溜まってんだっていうことなんですよね。まあこれは先祖の因果がどうとかじゃなくて、人類全体の話で、進化してくる過程で本来はいらなくなってしまったそういう暴力的な心とかもまだ心の中にあるぞということなんですよ。で、これを心のアンテナを散漫にしていると、つまりピンボケで心を使っている、集中して何かを行わないってなると、すぐにそういう心が出てくる。自分のね、生存以上の欲求、もっとあれが食いたいとかね、今日の昼飯はあの美味しいうなぎを絶対食いてんだとか、今日は夜になったらね、あそこに遊びに行こうとか、そういう心がどんどん出てきちゃうよねと。で、それを抑えようと思って理性心がダメ、今は仕事してんだからとかってなるんだけど、この理性には本能心が出てきたなというのを判断するのはできるんだけど、抑えつけておくという力はないよということなんですね。だからこそ意志を強くして冷静心を出しましょうということなんですけれども、で、この不要残留本能心が自分に今残ってるかどうかっていうのをチェックする簡単な方法が、さっきのね、内省検討になるんですけれども、今自分って明るくて楽しい気分でいますかっていうのを常に自分に問いかけてみるといいんですね。で、その時に理屈抜き、ひいきなしで判断しなきゃいけないよっていうことなんですよ。いや、怒っちゃいけないのはわかるんだけれども、だってね、ここは怒らなきゃダメでしょみたいな、そうしないと舐められちゃうよとか、そういう理屈はいらないよって、怒っちゃダメなものは怒っちゃダメなんだと。それからひいきなし、いや、とはいえあいつが俺のことバカにしやがってさ、いや、これはね、まあ人のことならまだしも自分のことですよ、これ怒らずにいろって言われたって怒んなきゃダメですよとかっていう風にね、なんだかよくわかんないひいき目で自分を見る人がいるけど、そうじゃない、自分をね、他人を見るのと同じように、怒っちゃダメだって言ったら怒っちゃダメなんだよと、こういう風にね、常に判断して、今自分の心っていうのは明るい方を向いてますか、楽しさを感じてますかと、常に明るく楽しく生きられるように心っていうのはできてるんだから、そういう風にちゃんとね、心を監視して判断していかなきゃいけないよということなんですね。まあそうやって、まあなんか理屈が出てきたりとか、自分をひいき目で見てるっていうのがあるなら、まだまだ心の中にそういう不要残留本能心がたくさんあるよということなので、で、そういう時にね、ああまだまだ自分はダメだって落ち込んじゃったら、これまたね、結局同じ話なので、そうじゃなくて、よし、だとしたらもっとね、積極精神の養成頑張るぞというふうに明るくね、前向きに考えるということなんですよね。で、そうやってね、心をきれいにしていっても、
これでいい、もうこれ以上は汚れないぞっていう日は来ませんよということなんですね。毎日ね、生きてる間っていうのは絶対にそういう心が汚れてしまうような考えとかっていうのは出てくるから、これを相手にしないようにちゃんとね、内省検討をしていくんだ。それから暗示の分析というのをしていかないと、他の人や外からニュースとかね、インターネットから入ってくる情報にすぐ影響されて消極的になりやすいのが人間の心だから、もうこれでいいんだと思わずに毎日毎日継続して心をきれいにしていかなきゃいけないよということですね。で、そういう日常の心がけを行うときは、この我は尊しの信念を忘れちゃいけないよというふうに天風先生おっしゃっていて、どういうことかというと、自分はまだまだできてないからダメなんだけれどもとか、自分はこういうことを学んでやり始めてるんだけどまだ日が浅いからとかっていう、自分に対する周りに対する言い訳はいらないということなんですね。これ自己否定につながるので、結局消極的な心になっちゃうんですよね。そうじゃなくて、これをしっかりね、継続していきさえすれば、積極的な心になって人生において幸福も健康も手に入るんだということが分かった。その方法をこうして教えてもらったら、絶対にこれはもうなれるんだという、必ずなれるんだという強い信念を持って、ただただ実行していけばいいだけだよと。なぜなら、もうその方法を知って、よしやろうと出発したと同時に、もうなった、その強い自分になった、健康で幸福になった自分というものが自分のイメージの上、観念の上に出来上がってるんだから、もう出発したと同時になったと同じことだよと。だからあとはここにだん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 近づいていくためにやればいいだけだと。だからまだまだ自分はね、やり始めて1日目なんですけどとか、そういうことは全く必要ない。もうやり始めたらなったと同じことだと強く信念しなさいよということなんですね。とはいえね、その信念っていうのが難しいんですよとね、何にも疑うことなく自分は必ずなれると思えれば楽なんですけれども、それができないから困ってるんじゃないですかという方もいらっしゃると思います。で、これはですね、そういうプライドを常に持ってるのが先だよっていうことなんですね。自分はね、こういういいものを教えてもらったから必ずなれるぞという、自分はすごいんだっていう風なプライドを持って、これをいつも習慣化していく、習性にしていくと、自然とそれがいつの間にか信念になってるぞということなんですね。自分は必ずなれるんだ、なれるんだ、なれるんだって思わなくても、自分は必ずね、なれる、健康になれる、幸せになれるっていうことがいつの間にか信念化してるということで、これで天風先生教えてくださってるのが、あるね、バイオリンの奏者がいて、そこでね、こう習う生徒さんたちっていうのはみんな上手になって大活躍されるそうなんですよ。でも練習方法とか指導方法とか見てても、別にね、その辺の人と変わりないんだけど、なんで先生のとこだけはみんなあんな立派になっちゃうんですかって言った時に、私はこの何か練習する時でも舞台に立つ時でも、自分は世界一のバイオリニストなんだ、バイオリン奏者なんだっていう気持ちでやりなさいよと、これだけを常に言ってるんだと。そういう気持ちでやってると、本当に自分がね、世界一の奏者なんだっていう気持ちが出来上がってくる。で、そうなってくると、あと技術とかそういったものは勝手についていくよっていうことなんですよね。で、この時にね、プライドだけ高くして実行が伴わなければ、ただのうぬぼれで終わってしまうから、プライドを持ってしっかりと実行していく、習慣化していくっていうのが大事だよということなんですよね。で、そうやって自分がね、よし、積極的な心を作っていこうって一歩ずつ歩んでいってる時に、周りに困った人が出てきたら、迷わず助けなさい、迷わず救いなさいよと天風先生おっしゃっていて、どういうことかっていうと、俺はまださ、できてないから言えないんだけどさとかって、そういうことはいらないと。じゃなくて、俺は今こういうことを聞いてこういう風にやってるんだと、お前も一丁やってみたらどうだと、お前もいい言葉を使ってね、生きてみたらどうだとね、今日すぐはできないかもしれないけれども、前向きな心を持って人生をね、明るく生きようじゃないかと、こういう風に励ましてあげなさいよっていうことなんです。で、こうやって人に言って聞かせたりしてる間に、だんだんその言葉が自分自身でも聞いてるもんだから、
自分もちゃんとやらなきゃいけないと。自分がその気持ちに同化されて、つまり人を励ましているようで、それは自分を励ましていることにもなるので、そういうふうに困っている人がいたら、もう出し惜しみせずにしっかり教えてあげるといいよということですね。はい、というわけで今回ですね、この積極的な心の作り方見てきたんですが、天風先生はいつも人生は心一つの置き所だよというふうにいろんな本の中で教えてくださってるんですけれども、まず心を絶対にマイナスの方に傾けないようにしなきゃいけないんだ、覚悟しなきゃいけないんだっていうのはなぜかというと、命を何よりも大切に考えたら、怒ったり恐れたり悲しむというのは神経系統の方にもダメージを与える。自律神経が乱れてしまって、血液が汚れてしまって、結果として健康が損なわれてしまう。で、そんな風な状態で生きてると不健康だけじゃなくて不運もやってくるぞということで、怒ったら不幸になるんだ、怒ったら不健康になるんだって考えたら、そんなことになるぐらいだったら嫌だからもう絶対怒りたくないってなってくるはずなんですよ。で、それでもなおかつ怒ってるっていうのは自分の命を大切にしてないっていうことだよということなんですよね。だからそこは努力してそれを明るい心に変えていかなきゃいけないんだっていうことなんですよ。で、そう言うとすごくね、難しいことのように考える人がいるんだけれども、そうじゃないと。理屈抜きでものすごいシンプルなことだよっていうことなんですよ。要するに心配しなくていいよというふうに天風先生おっしゃってるんですね。心配することがあっても心配するなと。それから悩むことがあっても悩まなくていいと。で、無理もしなくていいよということで、要はこの数学の問題絶対解いとけよって難しい問題を出されて、で、いや、この公式がわかんないんですけど、いやいや、お前ちゃんとね、この参考書もあるし、自分で考えたらわかるから考えとけ、いいか、何年かかってもいいから考えるんだぞって言われるのと、あ、この数学の問題、いい、いい、そんなの考えなくていいよって言われるのと、どっちが楽ですかと。それ考えなくていいよって言われた方が楽だよね。それから、この荷物ね、ちょっと重いんだけど、頑張ってそっちに運んどいてくれ。無理しても運べよと。腰が痛かろうが何しようが運べって言われるのと、あ、その重い荷物、いい、それはそっちにほっときなよって、こっちで遊ぼうぜって言われるのと、どっちがいいですか、どっちが楽ですかっていう話なんですよ。で、天風先生がおっしゃってるのは、これと全く一緒で、悩まなくていいよ、心配しなくていいよ、楽しいこと考えてろよ。だけど、そこに理屈をつけて、いや、これが怒らずにいられるかとか、これが悩まずにいかれるかっていう、その難しいことをあえて自分でしてるだけなんだから、そんなの全部やめて、理屈抜きでシンプルに明るく楽しく生きようっていう風にすればいいじゃないかということなんですよ。で、そうやっていらない怒りとか悩みをずっとつかみ続けてると、それにずっと心が引っ張られるから、もし何かいいことがあったとしても十分に幸せを感じることができないよね。いつも不幸で、いつも悩みのある人生で終わっちゃうよっていうことなんですよ。じゃなくて、これをパッと話して、ああ、今日も目が覚めた、幸せだなって、こういう幸福を掴んでみたらどうだっていうことなんですよね。で、この幸福を掴んでる間っていうのは、逆にこっちの不幸を掴むことができないんだから、掴まなくてもいい、持たなくていい荷物はさっさと捨てちゃって、いつでも幸福を掴んで生きてればいいんだぞっていうことなんですよね。で、とはいえ、じゃあ幸福だけを掴んでろって言っても、そんな幸福なんかね、すぐやってこないよ。ね、お金があったら幸せだし、それからまあ、ちょっとでもね、体が健康になってきたら幸せだけど、今そうじゃないから、なかなかそれは掴めませんよっていう方もいらっしゃると思うんです。で、これは絶対に出てくる気持ちだと思うんですけど、天風先生はもしね、そういう気持ちが出てきたら、その事実だけで幸福を感じるんじゃないということを覚えておくといいよと教えてくださってて、どういうことかというと、お金があるという事実、健康であるという事実が来なければ幸せになれないんであれば、いつまで経っても幸せになれないし、もし仮にお金ができたとしても健康体になったとしても、そういう考え方の人は他の悩みを作り出して一生悩みがなくなるっていうことはないと。そうじゃない。事実がどうであれ、今目の前の自分の体がどうであれ、その不満を口にするのではなくて、そうだけれども今日こうして生きていられるよなとか、自分の上ばっかり見て、自分より健康な人とかね、自分よりお金を持ってる人ばっかり見て不満を言うんじゃなくて、
自分よりね恵まれない人もいるんだと、自分がどれだけ下だと思ってても人間としてこうして産んでいただけただけでものすごい幸せじゃないかとか、そういう不満が出そうになったら、今自分が持っているもの、自分が今恵まれてるなと感じるものに意識を振り返って、そのことに感謝していきなさいよと。お金を手に入れるためにね、一生懸命稼ぐために努力することを一切やめろとか、そういうことではなくて、その不満から出発するのをやめなさいよと。感謝して今こうして体があるから働けるんだ、だとしたらこういうことをしていこうかなとか、そういう前向きな考え方で出てきたアイデアというものの方がいいよということなんですよ。消極的で俺は今こういう不満があるからこれを解消するためにこうしたいとかっていうふうにね、この健康法を絶対やらなきゃいけないんだとかっていう、そのマイナスから出発したものは結局マイナスになるぞっていうことなんですよ。そうじゃなくて、今この命を与えられててまだこの火が消えずに燃えてるんだと、この消えない火が本当にありがたい、もっともっと燃やして人様のお役に立ちたいから、もっと健康になるための方法を今からやっていくぞと、こういう尊い気持ちを出さなきゃいけないよということなんですね。つまりどんな状況であれ、自分の心に自分で幸福をまず先に作ってしまう。で、そうするとそこから出発したものというのは結果として幸福に導いてくれますよということなんですね。だからこそ心を一つの置き所、その心を積極的な方に置くか消極的な方に置くか、積極的な方に置きたいならば、今日お話しさせていただいたような積極精神の養成というものを忘れずにやっていきましょうね。自分磨き、自己陶冶をしっかりしていきましょうということなんですよね。というわけで一旦まとめさせていただきます。いいことを聞いたらしっかりね、実行してそれを続けていきましょうということ。で、その時に必ず自分はできるぞという信念を持ちましょうということですね。というわけで最後、僕の所感なんですけれども、本当にですね、この天風先生の書籍、天風先生のお声、CD とかっていうのは、心のシャワーだなっていうのをね、つくづく感じました。知ってるつもりでも触れない期間が長くなってくると、だんだんね、分かってつもりになっちゃう部分があって、やっぱりね、こういう実行していきながら天風先生のお言葉に触れるというのは大事だなと思ったので、何か一冊でいいので天風先生のですね、書籍、あの枕元に置いておいて、朝晩にこう1ページでもいいので読む習慣ってつけると、すごく人生において宝物に変わっていくんじゃないかなと感じております。で、こうやってね、習性を変えていこう、習慣を変えていこうっていうとね、すごくね、難しい話だとは思います。でもやっぱりすぐは変わらないんだけれども、変えようっていう最初のその一歩ですよね。それがないと絶対に変わることはないんですよね。だからその変えようかなという気持ちがもしほんの少しでも自分に出てきた人がいたとしたら、それはものすごいいいことなので、その気持ちが出たというそのことだけで自分を褒めてあげてほしいなと思います。で、いろんなことをこう実行していく間に絶対に、ね、失敗ってあると思うんですよね。それを失敗だと思うか、あ、このことがうまくいかなかったから、じゃあ今度はこういうふうにちょっと工夫してやっていこうっていうふうにするかだけの話なので、一発でうまくいこうとかって思わずに、必ずね、ゆっくりでもいいから歩いていけばね、この道を行けば必ず東京に行けるよっていう道を歩いていけば、急ごうが急ぐまいが、歩きさえして止まりさえしなければ東京には着くんですよ。それが幸せも一緒で、この道を行けば幸せになれるよって天風先生教えてくださってますので、それを信じてゆっくりでもいいから歩いていくっていう風なものが大事なんじゃないかなと思います。で、僕自身もいろんな健康法をやってみたり、こうやって心の使い方とか勉強させていただいたりして、こういろいろ実行していくと、いや、これできないんじゃないかなとかね、消極的な心、不要残留本能心とか理性心がこう戦い出すことってあるんですが、どうしてもそれに囚われちゃってしょうがないっていう時は、この裏技というか、もう諦めるという方法を使うんですが、それどういうことかというと、いや、できると思っても、いや、できない。いや、できる、できないってなっちゃうから、よし、わかったと。じゃあ、もう、今世じゃなくて、来世までにできるようにしようと。ね、来世があるかどうかっていうのはわかんないけども、今世で全部を終わらせようと思わずに、来世までかかってこれをできるようになればいいかな、ぐらいの気楽な気持ちでいると、そういう心っていうのがさっと引っ込んじゃうっていうのがね、これ個人的な裏技なんですけれども、そういうふうに気楽に生きるというのもね、すごく大切になってくるんじゃないかなと思ってます。というわけで、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。自分の主治医は自分ということを忘れずに健康でお過ごしください。今日も皆さんが健康で幸せでありますように。ありがとうございました。